中野営業所盾屋京王バス、中野営業所、京王バス、中野営業所は、東京都中野区弥生町を5丁目に所在する京王バスの営業所である。当初を表す、車内識別記号は、A。ナンバーは、練馬。運行エリアは、中野区内を中心に、中野駅発着路線の大半及び、練馬区内への乗り入れ路線を担当する。また、永福町営業所と新宿区。 渋谷区内への乗り入れ路線路線を分担し、新宿駅、渋谷駅をターミナルとする。新宿区、コミュニティバス、新宿ウィーバス、渋谷区、コミュニティバス、八甲バスの運行受託も行う。高速バスの車両配置はない。ただし共同運行会社等の高速バス車両が留置されることがある。なお本校では中野営業所から分かれる形で発足し、 京王帝都電鉄時代に存在した新宿営業所及び練馬営業所についても述べる。1936年頃の東横乗り合い路線、京王バス、中野営業所が設置されたのは2000年に練馬線の一部便の譲渡を受けた際のことである。これ以降、京王電鉄中野営業所より路線の管理委託化による運営業務の移管が進められた。 京王電鉄としての中野営業所の歴史は1948年の京王帝都電鉄発足時に始まるが、これは1929年に旧東京横浜電鉄参加の東横乗り合いが設置した中野営業所を大東急の分割による事業エリアの調整によって京王帝都が譲り受けしたものである。このため営業所としての歴史は非常に古く、 戦前の京王電気軌道との関係が薄いという点で、京王のバスの中では特殊な歴史を持つ営業所でもある。東横乗り合いが中野で営業するきっかけとなったのは、その前身の一つである、代々木乗り合い自動車が1928年に、旗ヶ谷自動車を買収したことである。1929年に、東横乗り合いが成立した後北は、中野駅、西は、 大宮八幡宮へ路線を積極的に延長し、1936年に対象自動車を合併して、練馬にも手を伸ばした。終戦後は営業所管内に理災者の転流が急増したことから、旧市路線の復旧が急がれ、1947年までに新宿駅、中野駅線、中野車庫練馬駅線が運行を再開した。 京王帝都電鉄の成立時から1950年代前半にかけて急速に路線網が拡大した。中野駅渋谷駅線、中野駅市ヶ谷駅新橋駅線、中野駅大田二丁目線、新宿伊勢丹堀,堀の内二丁目線などが開通し、前日の練馬線も新宿への乗り入れを行うようになった。こうした運行増加に対応するため、1953年に、 新宿営業所が初台駅近くに新設され、一部路線が移管された。1950年代後半に入ると市街化が郊外にも及ぶようになり、中野区北部や練馬区における人口増加が顕著となった。これを受け、練馬線における中野駅折り返し便の新設、中野駅、新井薬島井駅哲学同士たと島沿線の開通など、 この地域での運行強化が図られ、1963年には新たな営業拠点として、練馬区中村南1-22に練馬営業所が開設された。しかし、1960年代半ば頃を境に、自動車交通量の増加や、交通規制の影響により、バスは円滑な運行が困難となり、六号通り筋や沼袋駅周辺などの境外路線では、 大幅な経路変更を行われた。全体的なバスの輸送量も減少に転じ始め、路線の廃止による合理化も進められた。こうした流れの中で、新宿営業所が1967年に乗り合いバスの担当から外れ、練馬営業所も開設から12年を経た1975年に閉所となり、最盛期には3営業所が分担した路線は再び中野営業所に集約された。 2000年には、京王電鉄から分社化された、子会社の京王バス株式会社へ、練馬線の一部便が移管され、その他の各線も管理委託化により、段階的に同社に運営が譲渡された。2003年には、京王バスによって、新都心循環線が開設されるなど、新たな動きも出始めている。2006年4月1日には、大宮線が永福町営業所から移管され、 営業エリアに若干の変化が生じている。大宮線は、その後、2013年5月13日に、永福町営業所に再移管され、代替として渋谷発大線、笹塚循環線を移管された。その後、隣接していた厚生病院の移転跡地を合わせて拡張、一部系統に路線改変が行われた。2019年2月18日、 英福町営業所の一部路線が応答営業所に移管された。中野駅周辺の京王バスの路線図運賃は、特内近一区間で、前乗り中折り前払い。新宮バスは倍額。コミュニティバスのみ100円である。宿45系統新宿駅西口と中野車庫、中野駅の間を、鉄道駅と離れた六号通り、中野通り地区を経由する形で運行する路線。 新宿駅、西口側は両系統を合わせると運行本数がかなり多いが、中野駅発着便は、就社が両駅発とも、日曜、祝日は20時台、土曜は21時台と早い。一方、中野車庫発着便が全く運行されない時間帯もあり、その時間帯は中野駅発着便の本数が増える。宿十一系統では平日、土曜のほか日曜、 祝日も新宿駅西口発の深夜バスの運行がある。代々木乗り合い自動車時代に富ヶ谷線として開通した古い路線がベースで長きにわたって東急が独自に運行してきた。しかし戦後この路線に並行して京王が多数の路線を走らせるようになったことで初台線はそれらに渦漏れてしまい1997年に京王が 運賃の値上げを見送ったことで、運賃面でも競争上不利な状況となった。これらを背景に、2000年の運賃値下げ、6月16日の、京王バスとの共同運行化を経て2002年6月1日に、全便が移管された。移管当初は、A 副長営業所が担当していたが、2013年5月13日に、 東映業所に移管された。発大坂下から上下便の経路が分かれるため、発大駅をまたいで乗り通しできた。2014年1月16日より、渋谷駅代々木八幡駅入り口間を小東通り、山手通り経由に変更した。利用客の減少により、2019年2月17日をもって運行終了した。2019年2月18日以降は、 土曜日の朝に新国立劇場渋谷駅の一本のみ運行となる。中野駅と渋谷駅を旗ヶ谷経由で結ぶ。中81は、旗台線の出庫支線扱いで、旗台線の一部とみなされることもある。中82の早朝は、富士高校笹塚駅、折り返しは中81として大田橋、中野駅南口で運行する。中81で全線運行するのは、 土曜一本のみ。2021年4月1日より中82が日中の運行と笹塚駅、中野駅方向の運行を開始。笹塚駅に到着したバスは改装で、甲州街道を精神し、大原交差点で展開。その後中野駅行きとして運行を行う。発車時間まで余裕がある場合は、笹塚駅停留場の200メートルほど手前の路上で待機する。 中野駅と渋谷駅を上岸寺、中野坂上駅経由で結ぶ。渋61は渋谷発大線と故障が区別されている。中野駅東中の二丁目間において関東バス宿例ごと共通定期券を取り扱っている。車庫移転に伴い、渋64系統の出庫系統のみ、やよい町二丁目バス停始発となる。なお、渋65は、 東京オペラシティで催事がある場合に限り運行される臨時系統となっている。2013年5月13日、A 福町営業所から移管された。開業時の路線名は、笹塚循環線であった。なお引き続き、笹塚循環線として、渋68今日1便だけは、NHK 線の出庫便として、A 福町営業所が担当していたが、 NHK 線の終了とともに廃止されている。かつて、大原町、富ヶ谷地区の井の頭通りでは、都営バスと京王帝都電鉄の共同運行路線が通っていたが、1969年3月31日をもって廃止され、バス路線が消滅。当地区は30年以上にわたり、バス空白地帯となっていた。これを解消すべく2003年1月、 井の頭通りの上原、北沢、大原などの地区を経由する路線として開業。当時は、英福町営業所の担当であった。大仙町笹塚駅間はラケット型ループ経路で、循環する。2010年10月1日、笹塚バス停を移設し、笹塚駅へ変更。10月11日に、路線再編、ループ区間の経路変更。国道20号を超えず、 京王線の南側のみで循環するようになった。また再編時に渋谷駅から大原一丁目行きの片方向区間便である渋六68を夜間数便のみ設定した。ループ区間の経路変更により京王線北側の都道431号は経由しなくなったため富士見旧学園笹塚三丁目の両手留所は中81と 八甲バス春の小川ルートの未停車となりこの区間では、減便となった。同時に、笹塚三丁目と、大田橋停留場の間の水道道路上にあった、環七と交わる千南交差点付近の、千南停留所が廃止されている。また2010年の再編時に、笹塚巡環線の支部67は、支部62変更され廃止されている。中92系統路線名の通り、 京王電鉄バスグループ全体でも一般路線の営業エリア最北端に位置する練馬駅に乗り入れる唯一の路線で中野駅付近を除き他に京王バスの路線が存在しない地域を走行する西武池袋路線及び中野区内の西武新宿線の駅に乗り入れる京王バス自体もこの路線のみこの路線は戦前の対象自動車が運行していた路線に橋を発する 東横のり合い対象営業所、東京横浜電鉄東京急行電鉄、対象営業所を経て、戦後の大東急解体時には、本来の営業エリアである、関東のり合い自動車に行く可能性もあったが、京王帝都のバス事業培養を目的に、京王へ引き渡されたという経緯を持つ。その後、新宿駅西口直通やその取り留め、練馬営業所への移管や営業所廃止に伴う、 最遺憾、大久保線、中63の事実上統合といった激動を経て、現在の形に落ち着いている。なお、京王帝と電鉄時代に存在した練馬営業所は、中92沿線の寺院、南クラインの近くにあった。営業所跡地にはマンションが建っている。練馬線は、かつての練馬営業所の面影を残す、唯一の路線となっている。沼袋駅前の道路が、 南駅一方通行となっているため、北の神社前から江戸田4丁目は往復の経路が異なり、練馬駅方向は新大梅街道を経由、中野駅方向は沼袋駅経由となる。中野駅方向は沼袋駅そばの踏切が、ラッシュ時には開かずの踏切になるというリスクがあるが、新宿線中井野型間の連続立体交差事業が完成すれば、上下ともに、 沼袋駅経由に変更される可能性がある。沼袋駅を経由することにより、京王が筆頭株主になっている関東バスの練馬線との住み分けを図っている。これは2013年に類似した経路の中25が新設された後も変わっていない。練馬駅方向の北野上社前江ご谷町丁目間は関東バスの停留所を使用し、自社の停留所を設置していない。また、 関東バスの練馬線が停車する総合東京病院、停留所には、京王便は停車しない。2011年9月16日より、中野駅には、南口ロータリーから、関東バス中35、中36が使用していた、ガード下95番乗り場に変更となった。また、2016年9月12日より乗車についても、 南口5番乗り場から北口7番乗り場に変更となり、中野区役所は、中野駅行きのみ停車に変わった。豊玉中2丁目行きと豊玉中3丁目始発、豊玉中2丁目始発の中野駅行きは、それぞれ平日朝のみの運行。中91はラッシュ時の保管路線として平日、朝のみの運行。中野駅北口は7番乗り場後ろの5番乗り場より、発車する。 2005年9月16日、廃止された中82の代替で開設された。出庫便は朝の始発のみ運行される。2014年4月14日より、南部高齢者開会発着便の保管として、南大交差点発着便の運行が開始されたが、南大交差点発着便のみ、当営業所が中型車で担当していた。2019年2月18日のダイヤ改正により、 南部高齢者会館発着便も東営業所に移管された。南部高齢者会館発着便では小型車が使用されている。歴史は古く、戦前の東横の利合時代に中野と大宮八幡を結んでいた路線が前身である。1960年代までは、十貫坂から堀の内二丁目へ抜け、本村橋で全空寺川を渡るという、 現在とは全く異なる経路で運行されていた。2006年4月1日付で東営業所に移管されたが、2013年5月13日の所管外で A 副庁営業所に戻された。ただし、中野車庫発着便は引き続き東営業所が担当していたが、2018年2月21日をもって廃止された。2018年2月22日付で東営業所に、 再移管された。2019年2月18日より夜間の一部が峰駅となる。2014年9月16日に開業した。当初は堀の内2丁目公園寺駅南口間を結んでいたが、同年10月1日に厚生病院発着に延長となった。新公園寺駅は停留所位置の関係で公園寺駅南口方面のみ停車する。 東京都の京王が設置するバス停は、厚生病院のみとなっており、堀の内2丁目杉並車庫間は、都営バス、新公園寺駅公園寺駅南口間は、関東バスの停留所を利用する形となる。公園寺アワー踊り開催中は、公園寺駅南口五日市街道、入口交差点間が、交通規制により通行できなくなるため、 公園寺駅北口始発となり間7通り経由での迂回運行となる。2018年2月22日付で東営業所に移管された。新宿駅と渋谷駅を結び、代々木公園や明治神宮の西側に沿って走る。戦前から新宿と発大下を結ぶ路線が京王電気軌道によって運行されており、これを戦後になって渋谷駅へ延長する形で開通した。 戦前の東京横浜電鉄が渋谷から先、新宿までの延伸を計画していた時の予定線形と類似したルートを走行している。かつては公園通りの渋滞に巻き込まれ、無代屋状態も珍しくなかったが、今では渋滞の影響は比較的少ない路線となった。渋谷駅と渋谷区北部と結ぶ路線として、通勤時の利用割合も高く、運行時間帯。 本数ともに大幅に拡大された。出入庫は法南線の営業便や渋谷駅で乗り継ぎを行う。2012年8月1日、ホレストタウン停留所が西山道代々木山頂目間に新設されたのに合わせ、西山道泊まりの便が平日2本新設されたが、現在は廃止されている。2019年2月18日実施のダイヤ改正より、 東営業所に移管された。ただし夕方に設定されている渋谷駅発、代々木山頂名域のみ、A 副町営業所が担当していたが、NHK 線廃止に伴い東営業所に移管され、平日の最終便のみ運行されている。渋谷駅行きは東急本店、文化村通り、京由阿佐ヶ谷駅行きは渋谷センター街経由渋谷駅から23区西部を斜めに横断して、 朝谷駅に至る。JR 中央線と京王線に囲まれた杉並区、和田、堀の内、宝南、泉から渋谷まで直通できる地域輸送を担う。1957年、京王からの申し入れを東京都交通局が受ける形で開通した。京王では当初は、世田谷営業所が担当し、1970年の世田谷営業所統合時に、 英福町営業所へ移管された。1990年代末、利用客が減少したことから慶応が路線撤退をほのめかし、文化放送の報道形成ワイド番組、梶原茂の本気で、どんどんで取り上げられたことをきっかけに、損杯の行方が社会問題化した。これを受け、杉並区内の沿線住民が支部66の利用を促進したところ、縮小を免れて、 都営、京王イコールに、一での運行となった。その後、京王は2003年から、バス部門の経営効率化を進めるとともに、国内の路線網を積極的に拡充する方針に、転じる。2003年4月の都営バス早稲田営業所、杉並支所の鳩バス委託時に、支部66だけは、委託を免れ支部や営業所新宿支所へ移管されたが、 同時に都営と k 王の本数比率が逆転して、k 王便の方が多くなった。2006年4月からは、都営便が杉並支所の他の路線に合わせる形でよりは、と、バス管理委託となったため、杉並支所に再移管された。同時に、新宿支所は、文中所に格下げされた。その後、2009年4月の鳩バス委託で再び、新宿支所となり、 同時に、杉並支所も名称が、小滝橋営業所杉並支所となった。渋谷駅富ヶ谷では、井の頭通りの渋谷センター街付近が、西部百貨店から放送センター西口への一方、通行のため、渋谷方面は、富ヶ谷新山東急百貨店本店を経由する。渋谷駅周辺でのイベント開催時などに、富ヶ谷東急百貨店本店館が、 通行止めとなる際は、富ヶ谷渋谷駅間は、渋谷区役所経由で、迂回運行する。堀の内二丁目阿佐ヶ谷駅の区間便、渋谷駅発の方南八万通り止まり、和田堀橋市発の渋谷駅行きは、京王側のみが運行している。杉並車庫発着便、和田堀橋阿佐ヶ谷駅の区間便は、都営側のみ運行する。2019年2月18日のダイヤ改正により、 宿51系統とともに、英福町営業所から移管された。移管に伴い、出入小便は、法南町駅発着から堀の内に二丁目発着へ変更となった。なお、東京都交通局の割引乗車券、福祉乗車奨励は、すべて都営便のみの取り扱いとなる。メインは、英福町営業所が運行。中野営業所は2019年2月18日より、 参入したが、A 副町までは行かず、方南町駅の一つ手前である、峰泊まりの便のみ運行する。2021年4月1日より、峰泊まりの便は、南大交差点止まりに変更された。スタジアムでのサッカー開催時、イベント開催時のみ運行される、臨時便。新宿ウィーバス、新宿区のコミュニティバス、新宿ウィーバスを、開業当初より、受託運行している。 渋谷区、コミュニティバス、八甲バス全4ルート中、上記の2ルートを慶応が担当。2004年9月2日開業の春の小川ルートで慶応が八甲バスに参入して、以来、英副町営業所が長年担当してきたが、2019年10月16日より、慶応担当の2路線とも中の営業所へ一貫された。専用車両は2ルート共通で使用される。 和田堀線、英福町営業所の聖道線と違い、甲州街道を、初大交差点を左折し、花見橋経由で、厚生改正道まで行っていた。末期は、中野車庫止まりに短縮され、1985年頃に廃止。大久保線と、A、バス小滝橋営業所と共同運行。都営バスと、京王亭と電鉄の共同運行による、新橋駅発着。 山手線東側直通路線の第3弾として1950年3月に開通。東京都交通局第2次再建計画に伴う追加の路線再編成により1979年11月23日付で橋63と中63に分断。慶応は国立医療センター伊藤の都営エリアへ乗り入れなくなると同時に千代田区。 港区から撤退した。山手線内のみの運行となった橋63系統は都営単独で現在まで継続されている。都営バス、練馬営業所と共同運行。交通局第二次再建計画に伴う追加の路線再編成で橋63系統が分割された際に大久保駅以西を都営と京王帝との共同運行で存続させた路線。 都営側の所管が小滝橋から練馬に変更となった。しかし分断により都心まで直通しなくなったこと、国連中野駅南口の京王バスと北口の関東バスの両方のターミナルに乗り入れなかったこと、中野駅北において練馬線や関東バスの中村橋線、諸線といった並走系統と補調を合わせたダイヤが組まれないなど、デメリットが多く乗客数は伸びなかった。 結局は、練馬線に統合される形となり、1988年10月15日、限りで廃止。中野駅以北は、練馬線、中野駅と大久保駅の間は、関東バスの宿05系統、野方線で、それぞれ代替されている。川島循環線中野駅から、区の南側に位置する川島地区を、循環運行して戻る。方向幕では、 中野駅イコール、川島循環と表記されていた。1980年代は8時から20時に30分間隔で運行されていたが、1990年代前半から朝夕各3本に減少した。永福町営業所が中野新橋線を新設したため、2005年9月15日、限りで廃止された。 新都心循環線新都心循環線の専用車両2003年4月1日 s l h 系統、新都心循環ワンコインバスとして運行開始新宿駅西口から西新宿一帯を循環する路線1978年系から A 区町営業所が運行していた宿30宿40新宿循環線をルーツとし新宿ウィーバスの前身となった 系統番号は新たに S01 が付与された。運賃100円均一のワンコイン循環バスとして企画されたもので新路線であることと安さをアピールするため分かりやすく100円バスの相性とピンク色のラインカラーが設定された。新宿駅西口乗り場は20番乗り場を使用し新都心循環の経路を表示したピンク色の案内板が設置された。 車両は運行開始時より、日産ディーゼル UA のフルフラットノンステップバスが使用され、専用車両にはピンク色の専用ラッピングが施され、大きく100円バスの文字と経路が書かれていた。2005年5月14日、甲州街道から12車通りを通る経路に変更された。2007年3月18日のパスモサービス開始後も専用車両には、 IC カードリーダーが搭載されず、パスもスイカは利用できなかった。2009年9月27日に新宿ウィーバスが開業し、2011年12月1日より新都心、循環線もウィーバスに統合され、新都心循環線は廃止された。NHK 線廃止に伴う改正で廃止され、渋谷駅からの入庫便のみになった。ヒルトン東京シャトルバス専用車費の レインボーを代替されたヒルトン東京シャトルバス専用車、日野、メルファエ副長営業所、所属時代イスズ自動車以外の国産産メーカーの車両を導入しており、日産ディーゼル、三菱不走トラックバス、日野自動車の車両が在籍する。京王帝都電鉄時代から八王子営業所とともに日野自動車製の車両を導入しており、かつては大型路線車の日野、 REK などが活躍していた。1994年までは大型路線車の日のブルーリボンを多数導入しており、中野、八王子両営業所の特徴的な車種であった。P 代までは中野、八王子とも標準弱の車両を導入していたが、運行エリアの道路環境の違いから、1990年より中野では短弱車、八王子では 標準弱を導入するようになった。ブルーリボン HTK は当初は k 応帝都カラーで導入されたが1990年からのリフレッシング k 応による CI 導入により八王子営業所の車両とともにアイボリーチの k 応電鉄バスカラーに順次塗り替えられた。中野営業所の車両はその後さらに k 応ブルー基調の k 応バスカラーに図色変更されている。 また中野営業所では、1987年に、ブルーリボン観光マスクのワンロマ車を2台導入し、当初は観光バスカラーであったが、その後とそう変更した上で、一般路線に転用された。1995年からは、KO バスグループの他の営業所と、同様、日産ディーゼル製の中型長尺ワンステップバスの大量導入が開始され、それ以降は、 日産ディーゼル製車両の配置が急増し、経年車は JP のノンステップバスに置き換えられた。しかし、2000年に日野自動車からも中型長尺ノンステップ車のレインボー HR が発売されると、八王子営業所とともに大量導入を開始。ブルーリーボに h t 系と並び、中野と八王子の特徴的な車種となった。レインボー HR の発売時は小型。 中型、中型長尺の3種がラインナップされたが、京王では中型長尺のみ導入しており、中野、八王子にも10.5メートル車のみ在籍した。HR は2000年から2004年までのみの導入となっており、経年により2017年までに全車除籍となっている。その後、各社で中型長尺車の製造が中止されてからしばらくは、 少量の中型車の申請配置と、世田谷営業所と多摩営業所を除く、全営業所からの転属車で代替されるようになり、大型路線車はほとんど導入されない状態となっていた。多摩地域の運賃ご払い方式を採用する営業所からの転入も多く、当該車両はナンバー登録の変更や、車内の運賃ご払い方式対応設備の撤去が行われたものの、 中扉前に設置されている、社外スピーカーは移設されずそのままとなっている。2009年の新宿ウィーバス開業時には、日野レインボー2を種車に、k 応グループの東京特殊車体にて、中扉以降の車体後部にサンルーフを設置するなど、改造を施した専用の中型車が4台配属されている。2012年に、三菱不装、エアロスターと日野ブルーリボン2を導入。 久しぶりの大型車の申請配置となった。100周年記念復刻塗装のエアロスター2013年には、エアロスターを一挙12台導入。うち2台は、慶応の電車、バス100周年記念塗装として、慶応帝都電鉄時代の復刻塗装が施されている。また同年には三菱不創生中型車のエアロミリ、MK が1台導入された。 2018年には特定車として、ヒルトン東京シャトルバス専用車の日のレインボーが1台導入された。レインボーの導入は、KO バス全体としても初であり、2019年、現在、KO バスでは唯一となる。これにより、副庁営業所から引き継いだ専用車両の日のメルファを代替し、ノンステップバスに置き換えて、バリアフリー化した。 2019年には、英福町営業所からの路線移管に伴い、専用車両も転入。コミュニティバス用では、八甲バス専用車の日のポンチョ。特定車は、新宿パークタワーオゾンシャトルバス専用車のポンチョが、転属して在籍する。ありがとうございます。